私は駐屯兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落とした。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。なんだと。すぐに戻って。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって巨人を引きつけましょう。その間に本体を離脱させるんです。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人をおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。おとなしくしてる。やる。急に無視はできない。おとなしくしてろ。調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。どうしたっけ。バケモン、準備が終わるまで耐えるんだ。腹をくれ。引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。
まとめて相手に救援要請か。馬が一頭でも残っていてくれれば。獣の巨人が出現しました。間違いありません。あいつは動きが読めて厄介です。先に仕留めましょう。
馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。面倒な奴が現れたみたいだ。どうしてバケモン。お前ら腹をくくれ。あの巨人は心配の手に甘い。やるか。闇の巨人より少し手間取った。手間取るなよ。よくやる。俺の敵じゃない。前回遭遇した時は火で撃退できた。どうして殺してたのか。獣の巨人の巨人は護衛みたいに巨人を、そいつだから倒していくか。なんだ、巨人が集まってきたぞ。まさか今の巨人が呼び寄せたのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを減らしたら一気に奴をやる。油断するなよ。